スキンケアの重要性というものはやっぱり日々僕も実感してまして、その大切なものを妻と一緒に出れることが今回本当に嬉しかったです。また一緒に出演というのが約20年ぶりになるので、以前は多分大河ドラマだったと思うんですけども、こういった記念すべき時迎えてよかったなと思いますけど、実際にアルティミューンも使用いただいているということで、使っているからこその表情というのもあったんじゃないでしょうか。はい、これきっかけに今回のこちらのアルティミューンの商品は使わせていただいたんですけども、なんか本当にすごくしっとりして肌に馴染みがいいというか、ツープッシュって言われてまして、なんでツープッシュなのかなっていうのは分かんないんですけどもツープッシュをやりながらずっと今使ってますけど、はい、いいですね。今回先ほどこう夫婦共演という話もありましたけれども、どうでしょう、夫婦共演だからこその難しさっていうのもあったんじゃないかなと思いますが、撮影はいかがでした。はい、監督からはより自然な形でお願いしますということだったので、この我々そのお芝居をする上でどうしても芝居というものがするですよね。やっぱりその芝居、その役になりきるとかいうのがありながらも、どこかそのコマーシャルでもどこかちょっと芝居してたりとかするですよね、やっぱり。ですけども、今回この監督ができるだけ自然な形で自然な2人をというのがやっぱりテーマだったので、どうしたら自然になるかなみたいなところもありながら撮影は進んでいきましたけど、無事なんとか撮れてよかったです。こう長年一緒にいるからこそ、何かこのフラッシュを浴びている中で自然を演じるってやっぱり難しいことなんですね。一番難しいことじゃないですかね一番難しいことですね。やっぱ役、どうしてもやっぱり役というものをやっぱ背負ってる方がどうか役者としてなんか演じれるんですけどね、自然の素の自分をっていうのがすごく難しいなと思うんですけど、ね、CM の中では反町さんのこの肌に対して妻である松嶋さんがこれまでの経験や思いがそこに全部刻まれているであったり、一つ一つ丁寧に続ける、そういう生き方がこれからもいい顔を作っていくんだと思いますという松嶋さんのナレーションがすごく印象的だったんですが、こう普段のなんかこうお二人を見ているような本当に自然なご家庭でのワンシーンのようで、私にはスッと入ってきましたありがとうございます。まさに今回の CM のメッセージ表現されていましたよね。そうですね、今回の CM のテーマは男の美しさは肌に出るということなので、これが何が美しさが肌に出るのかっていうところではあると思うんですね。で、こういった、男性美容、そして、資生堂綿というもので、日々のこの生活の中でこの男性の化粧品というものを、こういった、この3つ、アルテミューンと化粧水 と、洗顔ですけども、これを使ったことによって日々変わっていく自分がいると、その日々変わっていく中の自分の中でなんかそれがきっかけとして、またそれが例えば健康に目を向けたりとか、汗をかいたりとか、もう一つの自分になんか目標ができ、またそれが、いい関係だったり、いい仲間だったり、いい夫婦間だったりとかいうものが結果的にそのつながるという、そのきっかけっていうものが、この今回のテーマなんじゃないかなとは思っております。だからそこをやっぱり、もちろん大切にしたいなと思いますし、またそれがなかなかね、その日々の中 でまた僕もそうなんですけども、やっぱこういうの使っていくと、なんかその肌 そのコンディションだったりとか、やっぱり肌ってそのものすごいダイレクトにその時の出るんですよね。
なんかちょっとあれニキビだったらあちょっと疲れてるのかなとか、クマがあったらちょっと寝不足だなとかっていうのがものすごく多分出ると思うので、それがその自分の今のコンディションというものをいち早く知る上での、一つの素晴らしい方法だとは思います。嬉しいですね。じゃあ反町さんにとってアルティミューンどんな存在と言えますか？そうですね、やっぱり、まあ、なくてはならないものというか、まあ肌、まあ、あの日頃のルーティーンというか、そうですね、ルーティーンですね、やっぱり大切なことですよね。大切な存在、はい、嬉しいです。ぜひ味方にしていただいて、日々のスキンケアもこれからも続けていっていただきましょう。新 CM は11月22日いい夫婦の日から放送予定です。はい、さて俳優として数々の役に取り組まれてきた反町さんなんですが、今もねいろいろとお話しいただきましたが、スキンケアについて具体的にどんな夫婦にお考えなのか、ちょっと考えを聞かせていただきましょう。そうですね、まあ、仕事をしてるとよくスキンケアをしてくださいとかって言われるんですけども、なかなかなんか雑になりがちというかね、忙しい中やったりもするのでパパパってなんか拭いてパパパってやっちゃうんですけども、やっぱりそうじゃダメだなっていうのも、まあ、今回知ったのと、あとプラスこれものすごく実は匂いがとってもいいんですよね。なんか飽きが来ないというか、またなんかちょっと、大人な匂いというか、そういう部分ではすごく僕は気に入ってます。はい、すごく。ありがとうございます。香りをこう気に入っていただいてるんだなというのはすごく嬉しいなと思いますし、なんかたくさんの方々にこれ使っていただきたいですね。そうですね、長くやっぱり使うものなので、やっぱり飽きが来ないようにっていうのがありますし、またね今話したようにやっぱり匂いっていうのがすごく大切だと思うので、ちょっとこの匂いなんかあれって言ったらなんかそれで嫌じゃないですか。だから本当になんかみんながなんか好きそうな、なんかちょっと柑橘系っぽいような感じの匂いなので、この匂いってどういうふうに決めるのかなって、むしろ資生堂さんに聞きたいなっていうのがありますよね。なんかそのどういうふうに匂いって決めるのかなっていう、匂いってすごく好みってたくさんあるじゃないですか。ありますよね。うん、そこがすごくよくできてるなと思います。はい、でもこう反町さんに当たったんだなっていうのはなんだか嬉しい気がいたします。さあ化粧品ってこうどんなものを選べばいいのかわからないという方も多いかと思います。資生堂は長年にわたって年代であったり性別ごとの皮膚生理や指向性について研究した成果として、過剰な皮脂、乾燥、肌荒れに代表される男性の肌悩みを引き起こす3つの弱点、1つ目、ディフェンス、2つ目、バランス、3つ目、リカバリーを解明いたしました。この知見に基づき男性の肌のために開発された製品ということで、ぜひ多くの男性の皆さんにお使いいただきたい製品です。さあではこの資生堂綿、実際にお使いいただいていて、なんかご自身的に変化って感じられました？はい、やっぱり特に今の時期乾燥するじゃないですか。それがなんか乾燥がなくなったなっていうのがありますし、またやっぱりこの毎日シェービングだったりとか、まあアウトドアだったりとか赤外線だったりとかっていうので紫外線だったりとかっていうのがあるので、まあそこの部分はすごくこの3つで助かってるなっていうのがあります。またこれがね、この洗顔のやつが実は意外と洗顔って、ね、つけてここに洗った時に結構肌って引っ張るじゃないですか。わかります。それ実はこれ一個もないんです、一つもないんですよ、その感じが。はい、えっていうぐらいな驚きがあってこれすごいなと思って、俺初めてですね。多分洗顔って突っ張り感が意外と嫌だなって言ってあんまり使わない人って多分特に男性はいるんだろうなっていうのが、まあ僕もそうだったんですけども、これむしろこの洗顔すごくしっとりするので、うん、すごく僕はなんかよくできてるなっていうふうになんかびっくりしてます。
ありがとうございます。洗顔をこうお褒めしていただいたんですけれども、今ね本当に急に寒くなってきましたので、乾燥気になっているという方もこの中で多いんじゃないかななんて思うんですが、どうでしょう、アルティミューンは具体的にどんな良さ感じられました？はい、これは朝と夜つけてくださいって言われてます。だからこれ朝をつけ、はい、朝つけて仕事行ってで夜帰ってつけるっていう感じでは今使ってますけど、すごく保湿感が高いというか、うちの、スタッフからも大好評で、ちょっと違う異次元なところに肌がいったという、あれが出てるのですごく嬉しいですよね、やっぱね、うん、ありがとうございます。お気に入りにしていただきました。この黒のね、この感じがすごく大人な感じで素敵ですよね。この高級感があってね、本当ですよね、はい、なんかこう鮮明なパッとあることによって、はい、ちょっとおしゃれだな、この男性できるなっていう感じも、はい、するような気がいたします。はい、さあではここからは改めて反町さんに長年にわたって男性皮膚生理に特化した先端の皮膚科学研究から誕生しました資生堂綿製品、実際にこの場でも体験をしていただいて皆さんにその良さ伝えていただくことにいたしましょう。ご準備お願いいたします。さあそれではこのステージ上で実際に体験をしていただきます。ではどうぞその場でお立ちください。さあ今回体験をしていただくのはお話に何度も登場しております資生堂綿アルティミューンパワーライジングコンセントレートです。さあということで実際に手に取っていただいて体験をしていただきます。今回の体験は手の甲で行っていただきますのであらかじめご了承ください。さあそれでは実際にアルティミューン手に取っていただいてご体験お願いいたします。いいですね、なんか CM のワンシーンをこのステージ上で見てる気がします。はい、今馴染ませていただいてますね。しっとりします。香りはいかがです？改めてどうぞ。先いいですか、いいですか。あ、この香り、この香りですね。すごく、はい、なんか落ち着きますね。はい、すごくしっとりして、はい、すごくいい香りです。はい、いや普段から香りにこだわりがあると伺ってますので、はい、それも気に入っていただけた、はい、嬉しいですね。なんかこうしっとりする感覚がこう手に乗せた時にこう、はい、すぐに実感できるというのもポイントなんですよね。そうですね、やっぱりすごく匂いが良くて、またベタつかないのがやっぱりなんか男の人ってやっぱベタつくのってちょっとダメなんですよね。苦手な方多いですね。特に僕もなんだけど、本当つけた時にさらっとして、それですごく長い時間ずっとしっとりしてるので、すごく素晴らしい商品ですよね。